そしたらですね、次に、6月に読んだ島津義久の書状、をですね、見たいと思います。連合が書いていて、天正14年ということになっておりまして、さっきの天正7年からすると、まあ、7年後の手紙ということになりまして、その間に北部九州の情勢っていうのはですね、またこう変わるんですね。天正7年の状況で、竜蔵寺氏が筑後に侵攻しましたというように言いましたけれども、まあ、竜蔵寺氏高信はその天正8年ぐらいにですね、まあ、領地がまあ最大限に広がって、筑前、筑後、肥前、肥後、豊前の一部の5カ国に勢力が及んだ。で、壱岐対馬にも勢力が及んでいたということで、五州二島の大衆というふうに言われたんですね。まあ、九州のうちの五州に勢力が及んだということ。で、しかし、その後、天正12年に、竜蔵寺高信は、島原で島津と有馬の連合軍との戦いで、戦死をするというような事態が起きます。で、竜蔵寺氏の勢力というのは、その時点で急速に衰えて、ようやく肥前一国を維持できるかというようなぐらいに、またその勢力は縮小していきます。その後、薩摩の島津氏が、北上すると、ですね、領土を拡大していって、天正14年の時点では、もう筑前のですね、若杉城というところまで勢力を、広げていったということになります。この、前には、太宰府のですね、岩屋城というところにですね、高橋常雲という大友方の武将が、守備をしていたお城があるんですけども、そちらの方を攻めて、岩屋城を落城させる。で、その後、若杉城に、星の塩と一緒にですね、こう、はい、あの、守備をしていたんですけれども、その頃に豊臣秀吉軍が九州に攻めてくるということの情報を得て、一時、島津氏は撤退をして、若杉城にはその星の塩を守備をさせてですね、本隊は撤退するというような動きを見せます。それがその天正14年の8月頃の、状況で、その島津氏の本隊が撤退した時期を見て、敵対していた立花氏、後の立花宗茂が、その若杉城を攻めて、その若杉城を攻め落とし、星野氏は戦死をするというような、ことになります。で、それに対して、島津方として味方になって戦死をした、そのことに対してですね、ねぎらいの意思を示したのが、この島津義久、それから7月の義珍、それから8月の新納忠元の手紙ということになります。で、これはまずその、島津義久の手紙ですね。
展示室の方でも島津義久という、後の島津義弘と新納忠元の手紙をですね、3通並べて展示をしているんですけれども、手紙の大きさとかですね、紙の質とかですね、まあ、それぞれ違うので、その立場によってですね、使う形式っていうのがですね、異なるんだろうなっていうのは見て取れるんじゃないかなと思います。はい、ですね、そしたら6月の島津義久の手紙ですけれども、筑州若杉において重胤兄弟戦死を遂げらるること連々中君の鬱憤いたおわんぬ蝶虎丸に至り強行ますます倍と書いてますますというふうに呼びます。ますます官僚に食すべきの旨いささかも有益あるべからざるものなりよって上九段のごとし天正14年菊月21日義久花王で星野殿というふうになっています。ね、筑州若杉において重胤兄弟戦死を遂げらるること連々中君の鬱憤いたおわんぬ蝶虎丸に至り強行ますます官僚に食すべきの旨いささかも有益あるべからざるものなり、よって上九段のごとし、この講座の時にですね、極説明も一緒につけていたかと思いますけども、島津義久からの手紙が、9月のになるんですが、まあ、戦死したのは8月なので少し時間が経っているということになります。で、そうですね、官僚に食すべきっていうのが、まあ、島津氏の庇護をこれからも続くということになるし、有益っていうのは変化をするということなので変わることはないというようなことを言っております。筑州若杉、まあ、筑前国ですね、まあ、筑州と書いてるので筑前か筑後になるんですけれども、若杉があるのは筑前の国なので、まあ、筑前国というふうにしております。筑前国若杉で、正式なお城の名前は高取城っていうんですね、まあ、今読んでるのは高取城というふうに言っています。若杉山にある高取城ということになります。国で、まあ、筑前国若杉において重胤兄弟が戦死を遂げたことは前々から続く忠義によることで、まあ、その怒りや恨みっていうのは特別なものであると、他とは異なるということですね。他の事例とは異なると、あなたがこう星の家がこう尽くしてくれた忠義というのを忠義に対してですね、戦死してしまったということの、まあ、怒りというのはですね、特別なものであると、それぐらい、星野さんのことを大事に思っていたというようなことを言いたいんだろうと思います。で、蝶虎丸に至りた、蝶虎丸に対しては、まあ、これ以後、強行というのは、この先とかですね、いうことですけど、強行、ますます、官僚、その誰が大事に、思うということです。大切に考えることは、
いささかも少しも変わらない。こう食すっていうのが、どうですか、その状態が続くというような意味にとりまして、そのちょっと持って回った言い方になりますけれども、義久が大事に思うという、そういう状態が、その続くというですね、そういうことを言っていて、官僚に食すべきという言い方をしている。で、いささかも有益あるべからざるものなり。その長虎丸と星野の残った一族に対して大事に思う気持ちというのは変わらないということをですね、伝えているというものになります。はい、で、島津義久はその島津家の当主になる人物ですね。それから、島津義珍という、後の島津義弘と、名乗る人物ですけど、島津義弘からも、手紙が、来ています。で、課題の方ですね、この島津義珍の手紙を書いてくださった方が多くおられたかと思います。で、ここの、ですね、この紐みたいになっているところが切り封といって、この紐の状態を作ってですね、封にしているという、そういう形式ですというようなことをですね、お話ししました。で、この紐がですね、残っているっていうのも、これが切れてなくなることが多いんですけど、残っている点でもですね、大事にされてきたのかなというふうに思います。で、ここに、署名があって花押が据えられているということですね。この度、若杉城にいたり、重胤兄弟のこと、東方一致の辻をもって、戦死比類なく候。ことさら、親族以下、崇拝、同然の由、言語に及ばず候。強行において、忘却なく、不助を加うるべきの情、心安かるべく候、恐恐禁。この内容としては島津義久の、書状と同じくですね、戦死をしたということを感謝し、これ以後もですね、島津氏は、星の氏を守っていきますということを伝えているというものになります。義久の手紙よりもですね、少しこう丁寧になって、少しこう言葉を尽くして書いているという、それから親族というのが親戚や家臣ということ、それ崇拝っていうのはその他の人々っていうようなことになりまして、若杉城に立てこもった星野氏の一族や家臣たちが戦死をしたということですね。このことに関しては、もう言葉に言い表せない、言語に及ばず候というふうに言っているわけですね。で、現代語訳をつけておりますが、この度若杉城において重胤兄弟が東方というの、東国ですね、だから東国島津方と、一致の辻、心を合わせて戦い、
一体となって戦うということ。一致の辻を持って戦士、比類なく候。比類っていうのは比べるもの、比較するものということで、よく比類なきっていう、言い方をすると、もうその比べ物にならない、もうそのですね、とその特別なものだということになります。で、忠義っていうことは特に書いてないんですが、その忠節を尽くすっていうことが比類がね、比べ物にならないというようなことの意味だろうと考えられます。で、ことさら親族、以下、親類縁者、多くのものが同じように戦死したということを、言葉に言い表せない。で、今後もですね、忘却、忘れることなく、浮上を加えるので、心安かるべく候、心配なく、思ってほしい、ですね、安心してほしいと、いうようなことになります。で、島当主の島津義久、それからその当主の弟でですね、弟である島津義弘のですね、手紙が、あります。それと、8月に読んだのが、新納貞元の手紙で、新納貞元というのは、島津の家の家臣で、ですね、主な家臣としてですね、名前が上がる人であり、ですね、その人物伝などを見ると、武勇にも優れ、教養も持っていて、情に厚い、で、そういうですね、人物であるっていうようなことがですね、紹介をされています。で、そう思ってみるとですね、この新納貞元の手紙っていうのは、長文でもありますし、ですね、細やかな、気配りがされているような、内容になってるんじゃないかなというふうに思います。家臣として出してる手紙ですから、ですね、心配をして、ですね、気持ちが分かるようなっていうようなことになってくるんじゃないかなと思います。で、こちらの方が、千年不慮にお目にかかり、たじなく申し承り候ところ、虚月25若杉表において、重胤ご兄弟、その他親類、機関衆、歴々、戦死を遂げられ候。ご奉公の義とは申しながら、ご贔屓察し存じ候。ここもとより、これらの旨、申し入るべく候といえども、遠方ゆえご無沙汰相次ぎ候。上様の御ことは申すに及ばず、その他おのおの従ってはそれがし以下まで、同様ご忠義のあと候の間、ご心証に至り揺るがせに存ずべからず候。御心安かるべく候。異彩向上申さしめ候の上、
省略総論、教教禁で、長文にわたってこう書かれてあります。ですね、こう、もともとのこう知り合いだったというようなことが あって、いうこと、それから、その、五毛期察知というですね、五毛期っていうのは、朦朧とした状態、意識朦朧というか、じゃなくて、これはその、腰の兄弟が戦死をしたということで、残された遺族は、正気でいられない、ね、そういう状態である。そういうことを、お察しいたします。で、すぐにでもですね、こう、お悔やみの言葉を言わなきゃいけなかったんだけれども、遠く離れていることなので、ご無沙汰、連絡がないまま過ぎてしまったと。ですね。で、上様の、義久のことは言うまでもなく、ですね、その、家来に至るまで、星の死のことは粗末に扱うことはないので安心してほしいというようなことを言ってるわけですね。なので、この新納忠元の手紙がですね、よりこう丁寧に、伝えてるっていうふうに言えるんじゃないかなというふうに思われます。で、現代語訳をつけておりますが、千年思いがけずお目にかかり、親しくお話をしましたところ、去月25日、9月ですから、8月ですね、8月25日、若杉にて、重種ご兄弟、その他親類、悲観衆というのは、使えていることですね、悲観衆の皆様方、戦死をされましたことは、ご奉公のことではありますが、落胆されていることとお察しいたします。その戦いで敗れるということは、ですね、島津氏にこう使える結果として、想定されることなのではあるだろうけれども、それでも起き落とされているだろうということでしょうね。で、こちらの方から、お見舞いを、申し入れるべきでしたが、遠方のため連絡しないまま日が過ぎてしまいました。上様は言うに及ばず、従うもの、私以下のものに至るまで、星野様が、ご忠義の上戦死されたことですから、あなた様の地位は決して粗末にはいたしませんので、ご安心ください。詳しくは使いの者が口上で申し上げますので省略いたしますと、ということで、そういうふうに伝えている、ということになります。なので、島津氏の方からですね、8月25日の戦闘によって、星野氏がこう犠牲になった戦い、それに対してですね、感謝とねぎらいをの気持ちを表す手紙というのがですね、送られて、それが星野家に伝わっていたということになります。